日本東京都中野区弥生町弥生町は東京都中野区の町名。現行行政地名は弥生町1丁目から弥生町6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は164-0013。中野区の南部に位置する。町域東部は渋谷区本町と新宿区西新宿に接する。南部はむね方南通りに接し、渋谷区本町と中野区南大と接する。 北部は神田川と全福寺川に接し、中野区本町と杉並区和田に接している。なお全福寺川は町域内で神田川と合流している。西部は杉並区片南に接している。町域内は主に住宅地として利用される。いわゆる木地ベルト地帯の一角でもあり、マンションやアパートも多く、一人暮らしをしている若年層の住民も多い。やよい町には、 丸の内線の中野新橋駅と中野富士見町駅がある。なお、中野富士見町駅に隣接してある東京地下鉄の中野建築も弥生町内にあたる。住宅地の地下は2017年の工事地下によれば弥生町後の9の26の地点で52万6千円平方メートルとなっている。地名の由来は弥生時代の遺跡がいくつか見られることによっている。 1967年6月1日に住居表示が実施された。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。いずれも東京メトロ丸の内線の駅。いずれも京王バスの停留所。ありがとうございます。